私小澤達也の本が、3月28日やっと販売されます。私のとこにはこの拳本、はい、本が届きました。全てをさらけ出してるからね、ひどいからね、まあ、こういう風にして今を生きてたらなんか自分に自信が持てた。内容は自分が生まれた時から本当最近までだね、本当去年ぐらいまでの話がこの中に入ってます。自分の幼い頃とね、まあ、どんな仕事をしてきたかとか、どんな思いでいるかとね、今の思いだよね。昔はこんな風に考えてて、今はこんな風に考えてるよみたいな、そんな感じの本です。どんな方に読んでほしいか、そうだな、俺あんまり人に足をこうしろっていうのが好きじゃないけどね、どうなんだろうね。結構内容的にショックを受けるかショック？奥さんはショックに、ショック受けて、うん、本当にこういうのをやめてくれるっていう、なんか、まあ、全てをさらけ出してるからね、本当に、ひどいからね、本当に本当にすごい、ね、自分が女に狂ってたとか、そういうことも書いてあるから、女と金に狂ってたよって、そういうのもリアル、結構リアルに書いてあるね、うんうん、まあ、別に隠し事ないから、全部書いていいって言って、出したから、そういう風になってるけど、もう俺も本当にこの、読もうと思ってチャレンジしたけど、もうさすがにめんどくさくなって読めなくなっちゃった今不幸だなって思ってる人が見たら、もしかしたら何かのきっかけにはなるかもしれないね。なんかお気に入りの部分とかありますか？お気に入りはやっぱ最後かな、まあ、こういう風にして今を生きてたら、まあなんとなくだけど、なんか自分に自信が持てたっていうか、そういうのが最後に書いてあるから、最後は読んでほしいかな。最初でつまんねえってやめるのはやめてほしいかも本苦手な人でも読みやすいんじゃないの、これ分かんない、俺も本読んだことないけど、俺でも字大きいなと思ったし、いけると思う、読めると思うけどな。そうだな、あの留置所とかそういう刑務所とかにも置いといてもらってもいや、まあこれも書いてあるけど、俺もね今はね、まともに生きてられるけど、もしかしたらそっちに行ってた可能性もあるし、十分あるしね、うんうん、そんな人たちの希望になってもらえたらいいかな。実際どうですか、うん、出来上がって、もう俺のことだからね、俺が今までしてきたことが書いてあるから、まあ俺にとっては普通なんだけど、まあ普通じゃないからこうやってバズってるんだろうね、うんうん、まあ普通じゃないと思う。6章は、うん、いや、6章っていうか、もう最後のまとめかな、最後のまとめみたいなところは、うん、見てもらいたいかな。俺のね、生き方、考え方が変わって、そうだね、今が一番、まあ、すっげえ大変だけど、なんだろうな、不幸ではないから。なんで社長になったかとかは書いてあるんじゃない、まあ、それを言ってもいいけど、俺短期だから社長やるしかなかったっていう短期だったもんだって、人にはついていけない。いや、そうだね、仕事を転職をすごい繰り返してるから、今までにも何社転職したか、バイト含めたら20社ぐらいは俺転職してるし、一番長く働いたところだって1年半しか働いたことない。そこでまあきっかけもらって独立するみたいな、まあ、話も書いてあるかな、うんうんうん、じゃあ続きは本で、続きはね、じゃあ本読んでもらってですね、ぜひ皆さん、もうすぐ発売ですね、楽天ではもう楽天とアマゾンではもう予約が殺到してるみたいです。また書店でね、皆さんぜひ買っていただけたらなと思います。サイン会も呼ばれれば今サインをね、画像を見ながら練習で書いてますけど、はい、むずいじゃん、変な割り方しちゃったやばい、あ、もう最低だ、よし。19日、よし、これでいいか。いや、ひどいな、これ。はい、じゃあこれね、小野さん、どうぞ。おお、いいじゃないですか、ありがとうございます。竹並さんからもらってください。じゃあ、僕で撮ろうか。はい、僕の本です。3月28日発売です。全国の書店で買えます。よろしくお願いします。